ボローニャ県から大都市圏に移行した。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された、プロビンシアディボローニャと新設された、チーターメトロポリタナディボローニャが別項目になって、いるが、ほとんどの情報は重なるので、便宜上、それらの線引きも含めて、ボローニャ県として、本校で扱う。エミリア・ロマーニャ州のほぼ中央部に位置する県である。県とボローニャは、 モデナから南東へ3 8トル、フェラーラから南西へ4 4トル、ラベンナから西へ6 9トル、フィレンツェから北へ8 1トル、首都ローマから西北西へ3 0 6トルの距離にある。隣接する県は以下の通り。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口1万人以上の都市は以下の通り。 県とボローニャは、エミリア・ロマーニャ州の州都でもあり、州最大の人口を要する都市でもある。ボローニャ・イーモラ01105405302060、ブドリオ019047メディチーナ・モリネラ、ボローニャ県には55のコムーネが属する。主要なコムーネは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は二0 1年一月一日現在。 右の地図中の番号は、コムーネの ISTAT コードした3桁を示す。21世紀に入って、以降、以下のコムーネ等配合が行われている。チーターメトロポリタナディボローニャは、GDP 規模で言うと、2017年に、およそ350億ユーロを記録しており、これは1人当たりで34,251ユーロに相当し、 イタリアの県の中で3番目に高い数字である、ボルツァーノの次3位である。ボローニャの経済の特徴としては、産業部門が特に繁栄していることを挙げることができる。ボローニャの経済は、歴史の古いところから言うと農産業及び、畜産業の歴史が長くその規模も大きいのだが、機械産業、自動車産業、エネルギー産業、生花産業、繊維産業、化学産業、 印刷、出版産業なども反映している。例えば農業、畜産、食品では、グランローロ社、カンサーブイタリア、セガフレードザネッティ社。機械産業では、コリア社、イマ社。自動車産業では、ドゥカーティ社、ランボルギーニ・ランボルギーニ社。印刷、出版では、イルマ・リーノ社、マンリフグループ、ゼイニシェリー社。エネルギー産業では、 ヘーラーグループなどである。日本人からも特に興味を持たれる自動車産業に関して、さらに情報を足すならば、オートバイのメーカーのデュカティの本拠もボローニャにあり、デュカティの本社工場もボローニャ西部、ボルゴパニガーデにある。サンターガタボロニエーゼには、ランボルギーニの本社及び本社工場がある。こういった工場で製造されたオートバイや自動車が、 世界各国に向けて輸出されているわけである。毎年12月には、ボローニャで、ボローニャモーターショーが開催される。県内に本拠を置く、プロサッカークラブとしては、以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。イーモラには、イモラサーキットがあり、かつては、サンマリノグランプリが開催されていた。県内には、以下の空港がある。ありがとうございます。